はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はウイスキーです。こちら、セブン&アイの、サントリーウイスキープライムマイルドブレンドと書いてあります。こちらはですね、セブン&アイの、まあセブンイレブンとかにも売ってるとは思うんですけど、はい。まあ、セブンイレブンに売られてるやつのウイスキーで、まあ非常にでかいやつしか売ってないんですよね。それで、確か、どっかのスーパー、まあこのセブン&アイのね、店舗に行ったら、これが売ってたんで、300cc。300cc という手頃な、容量で売ってましたんで、ちょっと買ってみました。原材料がモルトとグレーン。容量が 300ml で、アルコール度数が 37%。製造者はサントリー。この商品はセブン&アイグループとサントリースピリッツ株式会社の、共同開発商品です。と書いてあります。まあ、見た感じ、まあ、でもあれか。一応原材料はモルトとグレーンですからね。醸造アルコールとか書いてないから。割かしハイボール要因ぐらいになるんじゃないか。乾杯。甘いですね。37%のアルコール度数って書いてあるんですけど、そのくせ、なんか、なんだろう。なんかやっぱアルコールの臭さとか、みたいなのありますね。あ、俺が行ったのはイトーヨーカドーだ。イトーヨーカドーに行ったんですよ。こちらはですね、1.8リットルの容量のやつもあるみたいです。はい。やっぱアルコール臭いな。実にアルコールの辛みみたいなのもありますね。甘いんですけど。なんて言うんだろうな、これは。まあ、この味だと。まあ、やっぱハイボール要因ぐらいにはなるでしょ、ギリギリ。ギリギリ、ハイボール要因ぐらいにはなるな、これな。おそらく。好評のセブンプレミアムウイスキープライムに、小容量タイプが新発売。値段が、438円と書いてあります。まあでも醸造用アルコールとか入ってないから、ね、入ってるやつに比べたら、割と、割かし美味しいんじゃないの。まあ、ブラックニカクリアっぽいですね。ただクリアに比べると、非常に辛い。口当たりが辛いかなと。は思うんですが。まあ、アルコールの香りも結構ありますね。
まあこれはあれでしょうな。普通にハイボールだな、これ。確実に。まあ、セブン、ああ、そっか、新発売ってことはあれか。セブンイレブンにも売ってるんじゃないの？この 300cc のやつね。今まで 1.8 リットルのしか売ってなくて、セブンイレブンにはね、売ってなかったんで、1.8 リットルね、買うのって勇気いるじゃないですか。だいたいまずかったり、ね、明らかに多分まずいだろうなって。うん。まあでもあれだな。やっぱサントリーで言ったらあれだよね。サントリーのホワイトが一番うまいんじゃないか。ね。角瓶は黒角瓶なくなっちゃったし、多分、サントリーで、まあ1000円ぐらいの価格帯でいくと、やっぱサントリーのホワイトが、ね、一番美味しいんじゃないかな。辛いです。うん、これはあれだな。じゃあハイボールで飲みましょう。これはハイボールだ。これは間違いない。こういうのは単品で飲むもんじゃねえ。ブラックニッカクリアとかも単品で飲むもんじゃねえから。単品で飲むもんじゃなくて、やっぱハイボールにして、うまさがわかる。あ、でもあれもあるか。サントリーのトリスクラシックだっけ？あれも結構うまいんだよな。あれも結構おいしいんだけど、個人的には好きなんだけど。トリスクラシックね。まあでも、それよかサントリーのホワイトの方がうまいか。ああ。まあもしくは白角瓶かな。白角瓶もおいしいですよね。まあ黒角瓶がなくなったのは非常に痛いですけど。白角瓶の方が、普通の規格黄色角瓶が美味しいでしょ。ああ、まあ、うん。でも角瓶高えからな。角瓶1400円ぐらいするもんね。ちょっと意味がわかんないよね。ちょっとあれだな。ペリエの炭酸が抜けている。そろっとあれだな。炭酸水買わにはならんな。ペリエももうそろそろなくなってきたぞ。微炭酸になっている。ものすごい微炭酸になっている。これ微炭酸じゃ全然うまくねえな。微炭酸じゃまるっきり美味しくないな、本当に。ダメだ、これ。
まくないな、これな。あ、うまくないな、これな。うまくないわ。うわ。俺、ウイスキーの水割りって嫌いなんですよ。で、炭酸が抜けてるからほとんど水割りだな、これ。まずい。これはあれだ。炭酸抜けてるから、ちょっとあれだな。うん。ちょっと正確にはあれですね。コクはまあないでしょ。甘い。普通ぐらいでしょ。香り。まあ、特に買う価値はないでしょ。これ特に買う価値はないでしょ。1322です。ご視聴ありがとうございました。